ボールブレーカーは ACDC が1995年に発表したスタジオアルバム。5年振りのスタジオアルバムであり、1983年に ACDC を脱退したフィルラッドが本作で復帰した。ランディ MC、スレイヤー、ブラッククローズ等との仕事で知られるリック・ルービンがプロデューサーに起用され、前スタジオアルバム。 レーザーズ・エッジでレコーディングエンジニアを務めたマイク・フレーザーも共同プロデューサーとして参加した。CD ブックレッド内にはマーベルコミックが提供したイラストが使用されている。そのうちの一つはオーストラリア限定発売の EP1996 ボールブレーカーオーストラリアンツア EP やニュージーランド限定発売の EP1996 ボールブレーカー ニュージーランドツアー EP のジャケットにも使用された。本作に伴う、ボールブレイカーワールドツアーでは、シングル曲、ハードアズアロック、カバーユーインオイル、ハイルシーザーに加えて、ブギーマン、ボールブレイカーも、セットリストに含まれた。チリ公演本作は、バンドの母国オーストラリアのアルバムチャートで1位を、獲得したのに加えて、フィンランドでは3週連続で1位を獲得し、 18週連続でトップ40圏内に留まる大ヒットとなった。アメリカでは2001年1月に RIAA によってダブルプラチナに認定された。音楽評論家のスティーブン・トーマス・アーリー・ワインは ALLMUSIC.com において彼らの1970年代の名曲やマネートークスのように聴いてすぐ記憶に残るような曲はないとしながらも バックインブラックより、後の他のレコードとは異なり、捨て曲がないと評している。全曲アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの共作。ハードアズ・アロック、ハードアズ、A ロック4時31分カバー・ユーイン・オイル、カバー・ユーイン・オイル4時32分ザ・フューラー、ザ・フュアロー4時10分ブギーマン、ブギーマン4時7分ザ・ハニー・ロール、ザ・ハニー・ロール5時34分バーニンアライブ、バーニンアライブ、 5時5分ハイルシーザー、ヘイルシーザー5時14分ラブボム、ラブボム3時14分コートウィズ・ユアパンツダウン、コートウィズ・ユアパンツダウン4時14分、ウィスキー・オン・ザ・ロックス、ウィスキー、オン・ザ・ロックス4時35分ボールブレーカー、ボールブレーカー4時32分。ありがとうございます。